プライドや自尊心が傷つきやすい人は、健康的な自尊心をどうやって育めばいいのかというお話をします。かつての僕もそうでしたけれども、プライドが高くて自尊心が傷つきやすい人はですね、まず批判されると非常に傷つきます。はい。非常に傷つくので、めちゃくちゃ落ち込むか、もしくは、反撃に出るかですね。つまり批判に対して、かなり過剰に反応しちゃう傾向があります。あとは、人と自分を比べて、優劣にこだわるという特徴がありますね。勝ち負けにこだわる。まあ、なのでこれは負けず嫌いとも言えます。あとは、恥をかくことをとても恐れる。そういう心理があります。それから身近な人をですね、自分の思い通りにコントロールしようとする傾向もあります。まあそういう自尊心やプライドが傷つきやすい人の心理ってのはどうなっているのか、そしてどうすれば癒されるのかというお話をします。またあなたの周りにもそういう人がいらっしゃるかもしれません。そういう人と付き合うときにはどういうことに気をつけたらいいのかというお話もしたいと思います。まずですね、自己愛的という言葉ですね、あまり日常生活の中でそんなに頻繁に使う言葉ではないかもしれませんが、聞いたことがあるという方も多いんじゃないでしょうか。あの人自己愛的だねっていうときはどういう人を指して言いますかね。自己愛的。多分それは一つは自己顕示欲が強い人ですね。何かにつけて自分の実績を自慢げに語ったりですね。あとはこの自分の優秀さをさりげなくほのめかしたりとか。まあそんな感じでこの自己顕示欲が強い人を指して、あの人自己愛的だねなんて言ったりすることがあると思います。まああとは自己顕示欲が強い人と似てますけれども、ナルシスティックな人ですね。自分の才能によっている、自分の仕事、自分の実績によっている、自分のかっこよさとか自分の美しさに陶酔している、そういうナルシスティックな人に対してもあの人自己愛的だねっていうふうに言うことがあります。そういう意味での自己愛的な人というのがまさに今日のテーマですね。プライドや自尊心が傷つきやすい人でもあるんですね。自己愛という言葉はですね、悪いものではないんですね。自己愛というのは自分を愛することですから、その健全な自己愛というのはありのままの等身大の自分を愛すること、これを健全な自己愛と言います。で、一方、先ほど言いました自己愛的という、そういう形容詞がついちゃう人ですね、自己顕示欲が強かったりナルシスティックだったりですね、そういう人の場合は自己愛が傷ついているんですね。自己愛が傷ついているために健全な自己愛が育まれていないということなんですよね。なので自尊心やプライドが傷つきやすい、また自己顕示的になったりナルシスティックになったりするということなんです。自己愛が傷ついているというのは言い方を変えると、有能な自分しか愛せない、優れている自分しか愛せない、かっこいい自分しか愛せないっていうことなんですね。そういう状態になっちゃうと、どうしても自己愛的になってしまう、自己顕示的になったりナルシスティックになったりするということなんですね。まあかつての僕、特にそうですね、30代くらいまでの僕がまさしくそうだったんですけれども、自己愛が傷ついてる人ってのはそういう自己愛的な傾向があると。まあさらに自己愛が傷ついてる人の特徴を挙げておきますと、プライドが高くてプライドが傷つきやすいということですね。だから優劣にこだわってしまう、勝ち負けにこだわってしまうということですね。そして何としても負けたくないという、負けず嫌嫌いな感じになってしまいます。なのでパートナーと喧嘩をしてもですね、もう意地でも謝らない、向こうから謝ってくるまでは一切こちらからは歩み寄らないとかですね、そういう負けず嫌いな傾向が強かったりします。あとはね、叱責されることが極度に苦手ということがあるんですね。若い人なんかでね、新入社員として会社に入社して上司から何度か叱責されたということが理由で会社を辞める人がいるなんてことがですね、十数年ぐらい前から話題になりましたですね。若い人は非常にこの自己愛が傷ついていると、そのため叱責されることに非常に過敏に反応しちゃうと。しかもそういった場合ですね、ただ会社を辞めるだけじゃなくて、自分のプライドを傷つけた上司への逆恨みですね、それをずっと根強く持ってしまうなんてこともありますね。もう何年も経ってもその上司のことを恨んでるみたいなですね。これも自己愛的な人、プライドが傷つきやすい人の特徴です。で、先ほども言いましたけど、批判されることが極度に苦手。苦手っていうことはすごく傷ついちゃうということです。なので批判されるとすごく落ち込むか、もしくは強烈に反撃するかですね。いずれにせよ批判に対して過剰反応してしまうということです。この自分が屈辱を味わった時に倍返しにして返すぞっていう、そういう心理っていうのは実はプライドが傷つきやすい人の心理なんですね。某ドラマがね、すごい大ヒットしましたよね。倍返したっていうね、やられたらやり返すという、まあこれは本当に自己愛の傷つきが深い人にとってはめちゃくちゃ共感できる言葉、めちゃくちゃスッキリできる言葉、めちゃくちゃ自分の言いたいことを代弁してくれたっていうね、
そういう言葉でもあるので、あのドラマがあれだけヒットした理由の一つはですね、やっぱり世の中には自己愛の傷つきを持っている人が多くてですね、その自己愛の傷つきを持っている人の心理を見事に代弁してくれているってことがあるんじゃないかと思いますね。あとはですね、自己愛の傷つきが強い人の特徴は、恥というものに敏感で、恥をかくことに耐えられない、恥をかくことを恐れるという心理があります。あとはですね、家族など身近な人を自分の思い通りにコントロールしようとする。なので、家族など身近な人が自分の思い通りにならないとき、冷静さを失って反応的になりやすいという特徴があります。これは言い方を変えるとですね、思い通りにならないことへの耐性ですね、耐久力と言ってもいいですね、思い通りにならないことに耐える力、これが弱いということなんですね。なのでクレーマー化しやすいという特徴もありますね。例えばモンスターペアレントなんかもクレーマーですよね。そんな風になりやすいという特徴があります。あとはですね、万能感をなかなか手放せないという特徴もあります。つまり万能の自分という幻想にしがみついてしまう。なのでできない自分を受け入れられないんですね。万能じゃない自分、できないこともある、苦手なこともある、未熟な部分も多々ある、そういうできない自分を受け入れられない、これはつまり等身大の自分を受け入れられないってことなんですね。なので万能の自分という幻想にしがみついてしまうということです。この万能感という言葉は臨床心理学ではよく出てくる言葉で、万能感とか全能感とも言いますけれども、幼い子供は誰もがこの万能感全能感を持っております。子供はそれが健康な状態なんですけれども、子供から大人になる過程で万能感を手放していくこと、これが心理的に成長成熟していくということなんですね。つまり人間は万能ではありませんので、どんなに優れた人でも苦手なことはある、できないこともある、未熟なこともある、そういうことも含めて言うと人間は万能ではないんですね。素晴らしい能力、素晴らしい可能性は持っていますけれども万能ではない、そういったことを受け入れていく、その時に万能感を手放していくわけですけれども、これが心理的に大人になるための通過儀礼と言われていてですね、そこで万能感を手放せると思い通りにならない状況を耐える力がぐんと高まるんですね。といったことで言うとですね、自尊心が傷つきやすい人、自己愛的な人はまだ万能感を手放せていないという特徴があります。いくつか今特徴を挙げたんですけど、ただこれ誰にでもある要素ですから、全部自分に思い当たると思った方もいらっしゃるかもしれませんが、もうそれはそうですよ。これ誰にでもある要素を僕今言っただけですからね。つまり誰もが自己愛の傷つきを持っているということですよね。ただその度合いが強いとですね、今挙げた特徴、その傾向が強ければ強いほど、より自己愛的な性格になってしまうと。自己顕示的だったり、ナルシスティックだったりですね、そういう傾向がより強まってしまうということです。どういう要因でそういうふうになるかっていうと、一つはですね、条件付きの愛ばかり受けて育つと、そういう自己愛の傷つきを持つようになると言われています。つまりそれは親の期待に応えたときはめちゃくちゃ褒められるという、これが条件付きの愛とか条件付きストロークと言われるものですね。例えばいい子にしていたら親からめちゃくちゃ褒められた、テストでいい点数を取ったら親がとても喜んでくれた、あとは運動会のかけっこで一等賞になったら親が赤飯を炊いてくれたとかですね、赤飯はちょっと大げさかもしれませんが、こんな風に親の期待に応えたときにすごく褒められる、すごく注目される、こういったことが続くと優れている自分でないと注目してもらえない、有能な自分でないと愛されない、つまりありのままの自分では受け入れてもらえないっていう心境になる、これが実は自己愛の傷つきと言われるものなんですね。等身大の自分じゃダメなんだっていうですね。こうなるとですね、親に甘えられないんですよね。親に甘えるためにはある程度の信頼感が必要なんですね。どんな自分でも受け入れてもらえるという信頼感ですね。それがあるので子供は親に甘えられるんですけれども、ありのままの自分では受け入れてもらえない、親の期待に応える自分じゃないと受け入れてもらえないと思っているとですね、子供は親に甘えられない、そのことによってこの自己愛の傷つきができると言われています。ちなみにこういう言葉がありますね。子供の自尊心はかけっこで一等になって褒められた時に育まれるのではない、かけっこでビリになっても抱きしめられた時に育まれる、これが自尊心、自尊感情が育まれるプロセスですね。かけっこで一等になったりとか、そういった時に褒められますけれども、そんな時に自尊心が育つんじゃないんですね。ビリになっても抱きしめられた時、調子の悪い自分で愛された時、そういう時に自尊心、自尊感情は育まれるということですね。あとはですね、親が自己愛の傷つきを強く持っていると、子供もやはりそうなりやすいという、そういう傾向があります。親が自己愛の傷つきを強く持っているっていうことは、つまり親が自己愛的であるってことですね。そうすると、親が自分の自己愛を子供に投影してですね、例えば自分の子供の成績が優秀であることを
親が親戚に自慢をするとか、子供が獲得した表彰状とかトロフィーとかを親が自宅に飾るとかですね。こういった姿を子供がいつも見ていると、その親の自己愛的なものの見方、自己愛的な生き方を受け継いでしまうと言われています。自分は優秀じゃないとダメなんだ。何か素晴らしい結果を出した時に自分は注目されるんだっていう、そういう信念、そういう思い込みが強化されると言われています。あとは親が自己愛的であるとですね、世間に対して恥ずかしいとか、みっともないっていう言葉を親がよく口にすると言われますね。例えばそうですね、子供がおねしょしている時に親が子供に、あなたがおねしょしていること人に言っちゃダメよ、認めないからとかですね。そうやってこの世間の目を気にして世間に対して恥ずかしいっていう、そういったことを親がいつも言うと、子供はその親の考え方を受け継いで、まあ親と同じようにやはり自己愛的になりやすいということですね。あとはそうですね、みっともない、お母さんに恥をかかせないでとか、お父さんに恥をかかせるなよとかですね、恥というものに対して過剰に反応するというのが自己愛的な人の特徴ですので、親がそういったことを前面に出すと子供もやはりそんな考え方とかそういう感じ方を受け継いで自己愛的になりやすいと言われています。そんなわけで条件付きの愛、自分が親の期待に応えた時だけ褒められる、そういう環境でも自己愛の傷つきを持つようになりやすいですし、また親が自己愛の傷つきを持っているとそれを受け継いで子供が自己愛の傷つきを抱えるようになりやすいと、こんな風に言われています。じゃあどうすれば子供の自尊心が育まれるかというと、できない自分を丸ごと受け入れてもらったという体験をした時ですね。先ほどのビリになっても抱きしめられたっていう、まさにその表現ですね。あとはネガティブな感情を感じている自分をそのまま受け入れてもらったという体験、悲しくて泣いているとき、何かを怖がっているとき、あるいは不安になっているとき、そんなときに悲しいんだねとか怖いねとか不安だよねっていうふうにそのまま受け入れてもらうという体験ですね。これつまりありのままの自分を受容してもらう体験というふうに言うんですけども、これを繰り返すと子供の自尊心が育まれます。例えばありのままの自分を親に受容してもらえなかった、こういう経験は誰もがすると思うんですね。例えば親の期待に応えられなかった時、親にがっかりされてしまったとか、親に反発をしたら親に無視をされたとかですね、こういう時どうしても子供は自己愛が傷ついてしまうんですけれども、でもそのことを例えば誰かに言ったらね、それは傷ついちゃうねーとか、辛かったねーと寄り添ってもらえたと、そうするとね、そこで自己愛の傷つきが修復されるんですね。なんでもちろん親も完璧じゃありませんから、結果的に子供の自己愛の傷つきを作ってしまうこともあると思いますが、その時誰かが寄り添うってことができるとですね、子供の自己愛の傷つきは修復される、つまり傷ついてもちゃんと修復されるってことですね。あとは親がですね、後で心から謝ったりすると、これもある程度自己愛の傷つきの修復になると言われています。さっきはごめんね、八つ当たりしてちょっとお母さん余裕がなくてあなたにきつく言ってしまったけど、あれは言い過ぎた、あれは本当のことじゃないのよ、本当ごめんねっていうふうに親が後で心から謝るなんていうのも傷つきの修復になることがあります。傷ついてもですね、そういうふうに修復の機会があれば、子供の自尊心っていうのは健全に育つんですね。現代は自己愛の傷つきを持っている人が多い、そういう時代だと言われていますね。自己愛社会だとかですね、そういう言い方をされる場合もありますけれども、なんで現代はですね、自己愛の傷つきを持っている人が多いのかっていうことなんですけれども、かつての時代はですね、多くの家庭が大家族だった、まあそういう時代があったわけですよね。そういう大家族の中ではですね、例えば一人の子供、この子の自己愛が両親との関係で傷ついてもですね、おじいちゃんやおばあちゃんとの関係で修復されたり、あるいはおじおばとの関係で修復されたり、あるいはお兄ちゃんお姉ちゃんとの関係で修復されたり、まあそういった心のセーフティーネットみたいなものが出来上がってたんですよね、大家族の時っていうのは。家族だけじゃないんですね、当時は地域社会もコミュニティとして非常に機能していました。ですから家族の他にも近所のおじちゃんおばちゃんで、とても気を許せる人がいたりしてね、そういう近所のおじちゃんおばちゃんとの関係によって修復されることもありました。僕が子供の頃は近所の駄菓子屋のおばちゃんですね、僕が非常にそのおばちゃんのことが大好きでしたけれどもね、そういうなんていうんですかね、親や親族以外にも近所にそういう存在がいたりですね、あとはね、子供社会もですね、その当時の時代っていうのは同年齢の子ばかりと遊ぶっていうんじゃなくてですね、まあガキ大将という言葉がありましたけども、ガキ大将のようなリーダー的な子供を中心にしてですね、異年齢集団で遊ぶことが多かったんですね、学年を乗り越えてですね。なのでその年上のことの関係によって自己愛の傷つきが修復されることも多かったんです。こんな風にかつての時代は大家族だったり
地域のコミュニティが機能していたり、子ども同士の社会も異年齢集団だったりですね、そういった中で心のセーフティーネットっていうのがあったんですね。しかし核家族化が進んでからはですね、セーフティーネットがどんどん失われて、子どもの自己愛の発達が親との関係のみに左右されやすい状況になってしまったということですね。これ親としてはかなり責任重いっていうか、ちょっとプレッシャーですよね。子供の自己愛の発達が自分たちだけにかかってるって考えるとちょっときついですよね。なんですけど、核家族が進んでしまうと、どうしてもそういうセーフティネットが失われてしまうので、親との関係に左右されやすいという状況になってしまう。やっぱり親も生身の人間ですから、どうしてもこういうことには反応してしまうっていう、そういう心の傷やトラウマを持っていたりですね。なので、結果的に子供の自己愛を傷つけてしまうなんてこともありがちだと思うんですね。だけど代わりに修復してくれる人がいない、代わりに修復される機会が比較的少ないと、まあそうやって大人になる人が増えている。なので特に今若い人ほどですね、自己愛の課題、自己愛の傷つきというテーマを持っていると言われています。先ほどちらっと言いましたけども、自己愛の傷つきが深い人はとにかく叱責されることが苦手なんですね。叱られることが、なのでこの上司から何度か叱責されたということを理由に会社を辞める若者がいるっていう、まあ、これもある意味自己愛の傷つきが深いがゆえにですね、この叱られることに耐えられないっていうのがあるということですね。別のケースでね、パワハラ上司とかですね、そういうパワハラみたいなことをされたときは、もうやってられるかっていうことで会社を辞めるのは非常に健康的なことだと思いますけれどもね。そうじゃなく、そのパワハラじゃないんですけど、自分のミスを指摘して叱られたとかですね、そういったときにプライドが傷ついて辞めちゃうっていうのは、一つはこの自己愛というテーマを持っている若者が多いことが原因だと言われています。自己愛の傷つきは誰でも持っているのでね、今日の話は誰にでも心当たりのあることだとは思うんですけれども、特にこの自己愛の傷つきが強い人の場合ですね、特定の性格傾向としてそれが現れることが多いんですね。パーソナリティ傾向と言ってもいいんですけど、その典型が、聞いたことある方も結構いらっしゃるかもしれませんが、自己愛性パーソナリティ障害というものなんですね。自己愛の傷つきが特に強い人の場合、自己愛性パーソナリティ障害という、そういう性格傾向として現れることが多いです。パーソナリティ障害っていうのはですね、偏ったパーソナリティ、偏った性格傾向のために、周囲の人と良好な人間関係をなかなか築けなかったり、あるいは本人自身が生きづらかったりするケース、そういうのをパーソナリティ障害と言って、種類あるんですけれどもね、ある研究者によると人口の 15% ぐらいがこのパーソナリティ障害だと。ですので、まあ、6、7人に1人という感じですかね。そのパーソナリティ障害10種類ある中でも特に多いのが境界性パーソナリティ障害っていうのと自己愛性パーソナリティ障害なんですね。今お話ししている自尊心が傷つきやすい人、自己愛の傷つきが特に強い人がなるのがですね、自己愛性パーソナリティ障害というものです。まあパーソナリティ障害って、この障害って言葉がついているので、すごく大げさに捉えてめちゃくちゃ特殊な人だと思われるかもしれませんが、自己愛性パーソナリティ障害の人が結構多いですよね。ある意味これは性格傾向なので個性とも言えるんですよね。一方でパーソナリティ障害っていうのは適切な関わりをすることで改善されることが多い。つまり治療ができる、治療可能だということで、これは病気と考えていいんじゃないかと専門家もいらっしゃいます。なんでパーソナリティ障害は個性なのか病気なのかと、それは専門家によってスタンスが違うということなんですけれども、そんな専門的な話を置いといてですね、その自己愛性パーソナリティ障害っていうのはどういう人なのかっていうのを説明しておきたいと思います。一つはですね、自分の業績とか才能を自慢するという特徴があります。自分の業績や才能を、まあ、誇示するというんですかね、露骨に自慢する場合もありますけれども、まあ、大人になるに従って人は賢くなりますので、さりげなくほのめかすとかですね、そういった形で自慢するケースも結構あります。あとは2番目の特徴ですね、称賛を過剰に求めるということですね。まあ、とにかく称賛されたい、尊敬されたいっていう、そういう欲求が強くて、称賛されるために、尊敬されるために頑張るみたいなところがあったりしますね。あとは自己愛性パーソナリティ障害の人は、限りない成功を求めたりですね、人によっては限りない才能を追求したりですね、限りない美しさを追求したりとかですね、そういう傾向があります。上昇志向、拡大志向ということですね。あとは結果主義とも言えますね、プロセスよりも結果を大事にするという、プロセスがどうであれ素晴らしい結果を手に入れるってことに興味が向いているという意味では結果主義とも言えます。4番目ですね、自分は特別な人間だという意識ですね。まあ、特権意識みたいなものが強くて、特別な人として扱われることを好んだり、特別な人と付き合うことを好んだりするという特徴があります。例えば著名人の何々さん、実は僕ちょっとした知り合いでさ、
ちょっと前に一緒にご飯食べたこともあるんだけどさ、みたいな風にですね、有名な人と自分は知り合いなんだ、みたいなことを自慢したりとかですね、特別な人と交流してるってことを、まあ、非常に好んだりするという特徴がありますね。あとは、この自己愛性パーソナリティ障害の人は、共感性が欠如していると言われていますね。特に弱い立場の人ですね。弱い立場の人の気持ちや欲求に共感をする。そういったことが苦手だと言われています。例えば、落ち込んでる人に対して、ああ、それはこんな風にポジティブに考えたらいいんだよ。とかですね。ドーンと沈んでる人に対して、そんなに重く考える必要はないんだよ。もっと軽く考えてごらん。とかですね。これ、言ってることは素晴らしいことだと思うんですけれども、そんなポジティブに考えることができない状態の時の人っていますよね。重くしか考えられない時の人っていますよね。だけどそういう弱い立場の人の気持ちになかなか共感できなくて、あの人アドバイスしてあげたのに相変わらずネガティブでとかですね。あの人重くしか考えられないんだよな、なんていうふうに、どうしてもそういう人を見下してしまうという傾向があると言われています。あと6つ目ですね。しばしば他者に嫉妬するという特徴がありますね。特に、自分よりも優れていると見える人に対して嫉妬する。以上、自己愛性パーソナリティ障害の人の特徴ですね。一つは自分の業績や才能を自慢する。二つ目は称賛を過剰に求める。三つ目は限りない成功、あるいは限りない才能、もしくは限りない美しさを求めようとする。上昇志向、拡大志向ということですね。そして四番は自分は特別な人間だという意識、特権意識が強く特別な人として扱われることを好む。5番目は、共感性が欠如している。そして6番目がしばしば他者に嫉妬するというところです。実際はですね、DSM っていう診断基準があってですね、本当これ9項目あるんですね。9項目中5項目以上が当てはまったら、自己愛性パーソナリティ障害っていうふうに診断されるんですけど、その各項目の文章、分かりにくい専門的な言葉が多いので、僕なりに整理し直して6つの項目にまとめたのが今の6つです。今挙げたのは、自己愛性パーソナリティ障害の中でも、検事型と言われる人なんですけれども、特徴としてはカリスマ的に見えるという人が結構いらっしゃいますね。検事型の自己愛性パーソナリティ障害の人はね。なので、こう、カリスマ的なオーラが出ていると言ってもいいですね。自分の凄さを語る。その技に長けてますのでね、この自分をすごく見せるということに関してはずっとそれを追求しているので、結果的に非常にカリスマ的に見える、カリスマ的なオーラを感じるなんてことがよくあると言われてますね。あとはこの検事型の自己愛性パーソナリティ障害は、成功した実業家に非常に多いと言われてますね。どこまでも成功を追求していく、そういう傾向があるので大成功する確率も高いわけですよね。あとは自己愛性パーソナリティ障害の人はですね、人を見るときに有能な人か無能な人かっていう見方をしちゃうんですね。すごい人か大したことない人か、イケてる人かダサい人かっていう、そういう二分法で人を見ちゃうんですね。つまり人を優劣で見ちゃうんですね。そして大したことない人、無能な人、ダサい人を上から目線で評価したり、上から目線で見下したりするという特徴があります。で、実は自分に対してもですね、理想の自分かダメな自分という二つの極端なイメージしかないんですね。理想のすごい自分か、さもなくばダメな自分。でもこれどっちも偽の自分なんですね。本当の自分はそのどっちでもなくて、その中間にある等身大の自分、グレーな自分ですね。白でも黒でもないグレーな自分が本来の自分なんですけれども、その自己愛の傷つきが深い人は理想の自分、白い自分かダメな自分、黒い自分か、白か黒かどっちかしかないっていう感じですね。なので何としても理想の自分にならないといけない。何としても有能な自分でないといけない。有能な自分じゃないと価値がない。すごい自分でなければダメだ。イケてる自分じゃなければダメだ。そういう感覚なので、どうしてもこの等身大の自分を受け入れることができないわけですね。つまり等身大の自分っていうのは、できない自分とか未熟な自分も含まれていますよね。そういったものを丸ごと受け入れることがなかなかできないということになります。なので例えばこう叱責されることが苦手というのはですね、叱責をされるとそれイコールダメな自分というふうになっちゃうんですよね。誰からも叱責されない有能な自分じゃなければもうダメだと思ってるわけですから、なんで叱責されるとすぐにこの理想の自分という幻想が剥がれてですね、ダメな自分っていう風になってしまうので、何としてもそれを避けたい。だからこの叱責してくる人、自分を叱ってくる人はもう敵なんですよね。自分にとって理想の自分というものにね、同一化し続けていきたいわけですけど、それを阻む脅威の敵ということになるので、自分のことを叱責してくる人はもう本当に恨みの対象になってしまうということですね。で、あとはですね、自己愛性パーソナリティ障害の人はですね、自分の家族だとかそういう身近な人の他者性というのをなかなか受け入れられないという特徴があります。他者性というのは他者である性質ですね。つまり自分の配偶者であったとしても、自分の子供だったとしても他者ですよね。自分の延長線上ではないですよね。
自分とは違う人間です。たとえそれが自分の配偶者であれ、自分の子供であれ、自分の思い通りにはなりません。自分と違う価値観も持ってます。自分と感じ方の違うところも多々あります。なんですけど、それが受け入れられないっていうのが自己への傷つきの深い人の特徴です。どうしても自分の延長線上だと捉えてしまうんですね。なんで結果的に自分の手足にしようとしてしまったりします。例えば自分がすごいと思っているものをパートナーもすごいって思ってくれないと、腹が立ったりするんですね。こんなにすごいじゃないか。なんでそれがわかんないんだよ。そうかな。私はそんなにすごいと思わないけどねって。それ普通のことですよね。物の感じ方人それぞれ違いますから。自分はすごいと思っても私にはわかんないわって。それ普通のことなんですけれども、そこが受け入れられなかったりする。つまりそこに傷ついちゃうんですね。自分がこんなにもすごいと思ってるのにどうして同じように思ってくれないのっていう。これが自己愛の傷つきから来る心理なんですね。あとは自分がね、これこそは大切だと思っている価値観ですね。それを相手もですね、これは大切だねって思ってくれないと満足できない。やっぱり自分と一緒であることをこう求めてしまうんですね。こうやって相手を自分の手足にしようとしてしまうというのが自己愛の傷つきの深い、特に自己愛性パーソナリティ障害の人の特徴です。先ほど書いているこの顕示型の自己愛性パーソナリティ障害の人はですね、基本的に本人は自分には問題を感じていないことが多いんですね。なので自分のことでは悩んでいないことが多いです。周りがバカばっかりで困ったもんだよとかですね、この周りの人のレベルが低いために自分は困っているっていうことはよく考えるんですけれども、自分に問題があるとかですね、自分のことで悩んだりはされない人が多いんでですね。なので顕示型の自己愛性パーソナリティ障害の人が自分から心理カウンセリングを受けたり心理療法を受けたりするケースはかなり少ないですね。で、自分はあまり問題を感じてないんですけど、周囲の人ですね、特に身近な人ほどストレスを溜めているという特徴があります。クレーマーになったりね、モンスターペアレント、モンスターペイシェントになったりする人はこの自己愛性パーソナリティ障害の人が多いと言われてますし、あとはモラハラ、パワハラをする人にも多いと言われてます。それはなぜかというと、自己愛が深く傷ついてるからですね。どうしても自己愛的な性格になって、それが悪い形で出るとクレーマーとかモラハラ、パワハラになっちゃうということですね。でもその背後にあるのは自己愛の傷つきなんですよね。ジェームス・マスターソンという人はこういう言い方をしてます。パーソナリティ障害が作られる要因、一つは育ちです。つまり生まれてから育つ環境要因ですね。二つ目は生まれつきの気質です。そして三つ目ですね。ジェームス・マスターソンは面白いこと言ってるんですね。三つ目の要因は運だと。まあ、つまり、もともと生まれつきのそういう気質もあって、なおかつ育った環境も、そういうパーソナリティ障害になりやすい環境に条件付きの愛、そういったものの中で育つ。その上で、なおかつ運が悪かった時に、特にこれになりやすい。そんなことをジェームス・マスターソンは言ってます。まあ、つまり運っていうのはどういうことかというと、同じ環境に育ったら必ず同じようにそうなるとは限らないじゃないですか。同じ親の元で育った兄弟でも全然性格違ったりするってことありますよね。なのでその生まれつきの気質や生まれ育った環境、その2つは確かに重要な要素だけれども、もう1つやっぱり運という要素は外せないねっていうことをジェームス・マスターソンは言っています。自己愛性パーソナリティ障害には先ほどから言ってる顕示型の他にですね、もう一つ隠れ型って言われるものがあるんですね。隠れ自己愛型って言われるものですね。実はかつての僕ですね、30代くらいまでの僕はこの隠れ型の自己愛性パーソナリティ障害だったと思います。それもかなり顕著な。それはどういう特徴があるかというと、顕示型のまあ逆に見えるかもしれませんが、一つは消極的で内気で引っ込み思案。僕が本当に会社員やってる時に会議で自分から手を挙げて発言したことは一度もありません。消極的、内気で引っ込み思案でした。なぜかというと恥をかくことが怖いからなんですね。もしも勇気を出して手を挙げて発言したにもかかわらず、つまんない意見として扱われたら、僕のプライドはめちゃくちゃ傷つくんですね。めちゃくちゃ恥ずかしいと思っちゃうんです。そんな思いをするぐらいなら黙っとこうということで引っ込み思案でした。これは子供の頃からですね、学級会とかでも自分で手を挙げて発言したことはないですね。はい。2番目の特徴、謙遜する、注目の的になることを避ける。これ顕示型の逆ですよね。なんで褒められるとですね、いえ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 僕なんて大したことないんです、ああそれはまぐれですというふうにですね、注目の的になることを避ける。まあ、実はこれも注目されて期待されて、結果的にその期待を裏切った時の恥をかきたくないんですね。だから自分は目立たないように、目立たないように安全な場所にいようとします。はい。そして三つ目、羞恥心を感じやすく恥をかくことを恐れる。これは顕示型も含めて恥をかくことを恐れるっていうのは自己愛の人の共通ではあるんですけれども、特にこの隠れ型っていうのは恥をかくことを顕著に避ける傾向があるわ
けですね。で、四つ目は他者の反応に過敏であると。自分が人から受け入れられているのか受け入れられていないのか、好かれているのか好かれていないのか、そういう他者の反応に過敏であるという特徴があります。もう全部過去の僕に顕著に当てはまる。僕は間違いなく隠れ型の自己愛性パーソナリティ障害だったと確信しておりますけれどもね。あと5つ目の特徴ですね。理想化された他者によって自己愛を満たそうとするという特徴があります。理想化された他者によって自己愛を満たそうするって分かりにくいですよね。これ例えば自分の子供を何としても成績優秀な子供にしようとして親が必死になっちゃう。これどういうことかというと、自分の子供を理想化しようとしてるんですね。理想化された他者というのはこの場合自分の子供になります。子供を一流大学に入れることによって自己愛を満たそうとする。これが理想化された他者によって自己愛を満たそうとする一つの例です。なんで自分は謙遜するんです。いや私なんて大したことないんですと言いながらも、自分の子供の学校の成績には非常に執着してですね、何としても子供を一流大学に入れようと頑張っちゃうとかですね、あるいは何としても自分の夫を出世させようと頑張っちゃうと。で、自分の夫が一流大手企業で若くして課長になったなんていうことをですね、もちろん隠れ型の人はこう露骨に自慢したりはしないんですけれども、さりげなくそういう話題をポロッと出して、それでうわすごいですねって言われることで、この自己愛を満たそうとするという、まあそれがこの理想化された他者によって自己愛を満たそうとするということです。まあだけど必ずしも自分の子供だったり自分のパートナーだったり、そういう身近な人にそういう理想化できる対象がいるとは限らないですよね。そういう場合、隠れ自己愛型の人はですね、カリスマ的な人物ですね。もうこの人はすごい。もう常人離れしていてすごいというようなカリスマ的な人物に浸水している。そういう人とつながることによって自分の自己愛を満たそうとするという特徴があります。なので、自分の子供だとか自分の配偶者だとか、そういった家族を理想化できない場合、理想化していても、それと同時にってこともありますけれども、そういうカリスマ的な人物に浸水して、自分は、あの人から学んでいるんだ。あの人の弟子なんだとかですね。自分はあの人と何度も話をして、もう名前を覚えてもらったんだとかですね。そういうこうカリスマ的な人物とのつながりを感じることで、自己愛を満たす。つまり自分の中で満たせない万能感をですね、そういう万能に見える人物に投影して、そことのつながりで自己愛を満たすという、まあ、これが隠れ自己愛型の人の心理構造ということですね。顕示型の自己愛性パーソナリティ障害と隠れ型の自己愛性パーソナリティ障害、両方お話ししたんですけども、挙げた項目、要素自体は誰にでもあるものです。何度も言いますけど、その傾向が過剰なケースで、パーソナリティ障害っていうふうに言われるわけですね。参考までに専門家たちが、この人は自己愛性パーソナリティ障害だったんじゃないかって言ってる人、どんな人がいるかを紹介しておきます。まずはね、作家の三島由紀夫さんですね。この人は顕示型の自己愛性パーソナリティ障害だったんじゃないかと多くの専門家が言ってます。三島由紀夫さんはウェイトリフティングで肉体鍛錬に没頭したってことは有名ですよね。自分の肉体美に酔いしれる傾向があったわけですけれども、40代になるとですね、自らの肉体が痩せ衰えることを非常に恐れたということが記録に残ってますね。これも非常に自己愛の人の傾向としてね、当てはまっていると言われています。あとは、取り巻きがいないと飲食店に入れなかったというのも有名な話ですね。三島由紀夫さんは当時、多分日本でダントツに人気のある作家だったんじゃないですかね。右に並ぶ人はいなかったんじゃないでしょうか、人気という意味で。まあそういう意味ではもう三島由紀夫大先生だったわけですけれども、ただ文学が好きじゃない人にとっては三島由紀夫さんのことをよく知らない人もね、いっぱいいるでしょうし、例えば飲食店に入った時に、その飲食店で応対してくれる店員だとか、周りにいるお客さんがみんな三島由紀夫のことを大先生として認識しているわけではないですよね。もしかしたらただの一人の客として、粗雑に扱われることがあるかもしれませんしね。まあそういったものに耐えられなかったと言われています。なので、若手の作家だったりとか、出版関係の編集者だったり、そういう取り巻きを連れていないと一人では飲食店に入れなかった。ただの人として扱われるとプライドがすごく傷ついてしまうということですよね。それはやはり自己愛性の方のね、特徴だと言われてますね。あと、カラヤンという指揮者がいましたけれども、このカラヤンという人も自己愛性のパーソナリティ障害、顕示型だっただろうと多くの専門家が指摘しています。自己愛性の人っていうのは、格付けに敏感なんですね。自分から見て格下の人に対しては、徹底的に上から目線なので反論してくることを許さなかったりするんですけれども、カラヤンは指揮者としてですね、自分が一番格上なんだというそういうプライドがすごく強かったみたいで、少しでも違う意見を言ってくる者には容赦ない攻撃をしたということですね。一人のバイオリン奏者がね、カラヤンさん、ここはもう少しこんな感じでやってみるのはどうでしょう
みたいなのをね、意見するとですね、それがカラヤンの意見に反論するような意見だったりすると怒っていたと。いう、そういうことが記録に残ってますね。カラヤンがあのベルリンフィルハーモニーと対立したのもカラヤンのそういう性格が大きな要因だったと言われています。まあ一応有名人で、自己愛性パーソナリティ障害だったと専門家がね、見てる人を二人挙げてみましたけれども、いずれもあの、検事型なんですけれどもね、検事型の自己愛性パーソナリティ障害と隠れ型の自己愛性パーソナリティ障害、全く性格としては違うように見えますけれども、実はどちらも自己愛の傷つきがあるっていうことでは一緒なんですね。どちらもプライドが傷つきやすい。そしてどちらも恥を恐れる。どちらも批判に弱いっていう意味で一緒なんですね。ただ批判された時に隠れ型は落ち込む。殻に閉じこもる。そして批判された時に検事型は反撃する。倍返しするっていうことで、反応の仕方は真逆なんですけど、どちらも過剰反応するという意味で批判に弱いっていうことが共通してるんですね。あとは、検事型と隠れ自己愛型は表裏一体でしてですね、外では隠れ自己愛型、家庭に帰ってくると検事型なんていう人も結構います。つまり職場では隠れ自己愛型で、いえいえ私などはって謙遜する人がですね、家に帰ってくると、お前たち誰のおかげでうまい飯食えると思ってんだっていうふうに急にこう検事型になっちゃう。なんで一人の人が場所によっては隠れ型になったり検事型になったりなんてこともよくありますし、あと非常に多いのは若い頃ですね。若い頃は隠れ自己愛型だった人が何かの事業とかで大成功したりすると検事型に変わるなんてこともあります。下積み時代はやたら謙遜する隠れ自己愛型だった人がですね、大成功して有名になったりすると急に検事型に変わったりするなんてこともあります。根っこは一緒ってことですね。あとはですね、精神分析の確か小野木慶吾先生がおっしゃってたことだったと思いますけれども、隠れ自己愛型と検事型は共に受給関係にあります。共に依存してるとも言えるんですね。どういうことかというと、隠れ自己愛型の人はですね、自分は謙遜する分、理想化できる他者が必要なんですよね。で、多くの場合、そういうカリスマ的な人に心酔する。あの人は常人離れしていてすごいみたいな人に心酔して、自分はその人と面識があるんだとかですね、自分はその人と繋がってるんだということで自己愛を満たそうとする。つまり、隠れ自己愛型の人にとってはカリスマが必要なんですね。つまり、検事型自己愛の人が必要なんですよね。そして一方で、検事型の自己愛性パーソナリティ障害の人、カリスマの人にとってはですね、自分のことを祭り上げてくれる、自分のことに心酔してくれる、そういうファンが必要なわけですね。信者のようなファンが必要なわけですね。なので、検事型の自己愛性パーソナリティ障害の人にとっては、この隠れ自己愛型の人たちのようなファンが必要だと。つまり、お互いが欲し合ってるという意味で、共に受給関係にある、共に依存している。そういったことを、小野木慶吾さんが本に書いておられました。さて、じゃあ、ここからですよね。皆さん聞きたいのはね。じゃあ、自己愛の傷つきはどうすれば癒されるのかですね。朗報として、明るいニュースとして明らかに言えることはですね、自己愛の傷つきは癒すことができるということです。具体的に言うと、自己愛性パーソナリティ障害というものは良くなっていく。どう関われば自己愛性パーソナリティ障害が良くなるかっていうのがすごく研究されていて、たくさんの成果が出ています。じゃあ、ね、自己愛の傷つきはどうすれば癒えていくのか。そして健康的な自尊心はどうすれば育まれるのかということですよね。一番おすすめというかね、一番効果が明らかに早く出てくると思われるのは、やはりプロの心理カウンセラーから継続的に個人セッションを受けるというのが一番おすすめというか、一番早く効果が出ると思います。ただこれ重要なポイントはですね、自己愛の傷つきの修復ができる、そういう心理カウンセラーを選ぶ必要があります。これは心理カウンセラーに問い合わせした時に聞いてみられるといいと思います。自己愛の傷つきですね、そういったもののテーマは得意とされていますかとか、あとは、どういうやり方を主に使われてますかというのを聞いてみられるといいと思います。自己愛の傷つきを修復することができるカウンセラー、例えばよく採用している方法としては、やはりハインツ・コフート博士のやり方ですね。ハインツ・コフートといえば、自己心理学というのを、創始した人で、自己愛性パーソナリティ障害の研究という意味では第一人者と言える人ですけれども、このコフートのやり方ですね、これは非常に自己愛の傷つきを修復するのに効果的です。ハインツ・コフートという人のやり方を採用している人は、自己愛の傷つきを修復するのが結構得意だったりする可能性は高いと思います。あとはジェームス・マスターソンのやり方ですね。マスターソンアプローチと言いますけれども、このマスターソンという人はパーソナリティ障害治療の達人と言われている人ですけれどもね、このマスターソンのやり方を使える人も非常にいいと思います。あとはウルフレッド・ビヨンという人がいます。このビヨンのやり方ですね、特にコンテイニングというスキルとかを使える人は、やはり自己愛の傷つきを修復する、そういう力も高い可能性がかなりあると思いますね。コフートのやり方、マスターソンのやり方、ビヨンのやり方、あとは関係精神分析とかですね、
感主観的アプローチと言われる手法があります。これはツーパーソンサイコロジー、二者心理学と言われるものなんですけれども、これらも非常に自己愛の傷つきを持っている人にはとてもいいんじゃないかなと思いますね。もしもこうそういう自己愛の傷つきの修復をしたい場合、心理カウンセラーに問い合わせされた時に今言ったような言葉が出てくれば、手法としては自己愛の傷つきを修復する手法としてかなり効果的なものを使っておられるというふうな判断ができると思います。逆に言うと、自己愛の傷つきが深い人に対して共感的な傾聴では良くならないですね。残念なことに、カウンセリングの基本と言われているのはカール・ロジャース博士のクライエント中心療法と言われるやり方ですね。共感的に傾聴するというやり方、まあ、僕このロジャース博士のやり方も大好きで使ったりしますけれども、ただ自己愛の傷つきの修復にはあまりお役に立てないということなので、心理カウンセラーからセッションを受けられる場合はですね、自己愛の傷つきというテーマはいかがですかっていうのを聞いてみられるといいと思います。ただカウンセラーっていうのはね、お金もかかりますので、他の方法で言うと、それなりに時間はかかりますけど、自己受容の練習を続けるということですね。これも自己愛の傷つきを癒す王道と言えます。自己受容ですね。あとはですね、心理学を継続的に学び続けながら、自分のありのままの姿を見つめていく。等身大の自分を見つめていく。そして、自分に対する見方を柔軟にしていくっていうことも非常に、いいと思います。ご自分でやられる場合は自己受容の練習を続けていくということと、心理学を継続的に学びながら自分自身を見つめ続けていく。そして等身大の自分を認めていくということですね。こういったことも自己愛の傷つきを癒すのに非常に役に立つと思います。はい、あとは身近な人といい人間関係ですね。お互いが持ちつ持たれつの対等な人間関係を育んでいくと、その関係自体も自己愛の傷つきを癒すのに役に立つと思います。一方的に自分を受け入れてって関係じゃなくてですね、お互いが持ちつ持たれつの対等な関係を育んでいくということですね。あとは自己愛性パーソナリティ障害の傾向強いなと思う方はですね、地道な努力をコツコツ積み重ねたり、そういう地道な積み重ねが苦手なケースが多いと思うんですけれども、逆にそれをちょっとずつでもやっていかれるとですね、この自己愛的な性格傾向が緩んでいくと言われています。なんで、無理のない範囲で地道な作業をコツコツ続けていくとかですね。あとは、人に貢献する喜びを味わう。自分が自分がっていう風になりがちなんですけど、人に貢献した時に、人が喜んでる姿を見る時の自分の喜びですね。そういったものを少しずつそういう喜びを見つけては味わっていくというのも非常にいいと言われていますね。子育てとかするとですね、これはもう非常にコツ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 というか、日々の子育てっていうのは作業の積み重ねですから、そういった意味でも子育てをするというのはですね、自己愛的な性格を緩めていく上でも非常にいいと言われていますね。あともう一つお伝えしたいことはですね、自分の周りに自己愛性パーソナリティ障害的な人がいるんだと、そういう人と関わるのが非常に難しいんだ、どう関わればいいのかっていうことですね。それに関してもお答えしたいと思います。まあ、特にその検事型の人ですよね。例えば自分の上司が検事型の自己愛性パーソナリティ障害だったとすると、結構この上司を不機嫌にすると自分に攻撃をされそうだとかですね、下手して上司のプライドを傷つけてしまうと目の敵にされそうだってことで、結構ビクビクされるようなケースもあると思います。上司に限りませんけど、検事型の自己愛性パーソナリティ障害と関わる時のポイントはですね、その人のお気に入りにならないことです。つまりその人の子分みたいにならないってことですね。その人の太鼓持ちをして、その人をいつもおだてて、その人を持ち上げる役、それを担わないことですね。その人の子分みたいな、お気に入りみたいになっちゃうと本当に手足にされてしまう。そして手足にならなかった時にすごくきつく当たられるということになりかねないので、適度な距離を保ち、その人に媚びないようにするというのがとても大事なポイントだと思います。その上でその人のプライドをなるべく傷つけないようにするということですね。やっぱりプライドが傷ついた時にすごく怒ったり反応されるっていうのが自己愛性の方の特徴ですので、なるべくその人のプライドを傷つけないようにする。だけどその人に媚びを打ったり、その人の機嫌を取ったりはせずに適度な距離を保つという、こいつは可愛くないやつだな、まあ、だけど俺にとって害もないよなぐらいの距離が一番いいということですね。あとは、その人を動かしたいときはですね、その人のいいところを褒めて、その人のプライドをくすぐるみたいなことをすると、動いてくれやすいっていうのはあると思いますので、自己愛の人に動いてもらいたいときは、うまいこと褒めるという技を使ってプライドをくすぐるっていうのも一つかもしれません。ということで、この自己愛的な人と関わるときのポイントですね。パートナーが自己愛で、まあ、例えば夫が自己愛の人でモラハラみたいになってるっていう場合はですね、本当に
媚びを売ったり機嫌を取ったりするんじゃなくて、ちゃんと距離を取ってですね、場合によっては別居をするとかですね、場合によっては別れるとか、そういった選択肢もあるんだくらいに自分の選択肢をちゃんと増やした状態でパートナーとの関係を調整していくとかですね、そういったことも大事になってくるかと思います。誰もがね、自己愛の傷つきは持ってますので、今日のお話、ご自分に心当たるところもあればですね、自分も皆と同じように自己愛の傷つきを持っている一人の人間なんだな、そしてこの自己愛の傷つきは癒せるんだよなと、そしてそのポイントは等身大の自分を受け入れていく、できない自分、未熟な自分、そういう自分をちゃんと認めて、これも自分の一部だよなって受け入れていくことなんだなっていう、ここが伝わったとしたら今日の一番重要なポイントが伝わったっていうことになると思います。あともう一つ、周りにそういう自己愛的な人がいたとした場合にですね、嫌な人って見えちゃうこと多いとは思うんですけれども、まずは直接被害を受けないように距離を置くっていうね、それは大事なことなんですけれども、ただその人は本当に自己愛が傷ついていてですね、なんとかその自分の傷つきを埋めようとですね、必死にもがいている姿、それが自己顕示的になったりナルシスティックになったりしてる、自己愛的になったりしてるんだっていう、そういうふうに理解をしてあげると、こちら側もより平和な気持ちでその人を眺めることができるんじゃないかなと思います。じゃあ今日はこのあたりにしたいと思います。本当にいつもありがとうございます。ではまた。